工場長のチャンネル。こんにちは、工場長です。今日はハロウィンをイメージしてかぼちゃのシャカシャカクッキーを作っていきたいと思います。で、シャカシャカクッキー結構最近も流行っていると思うので知ってる方多いと思うんですけど、クッキーとクッキーの間になんかあのトッピング系なものを入れて振るとシャカシャカなるというクッキーです。で、これがとても可愛いのできっとねプレゼントすると喜んでもらえるんじゃないかなと思うので、よかったら見ていってください。それではスタート。まずは材料紹介です。薄力粉 200g、 お砂糖 80g、 パラチニット 50g、 卵1つ、無塩バター 100g。 そしてこちら飾り付けに使うのがアイシングを作るための粉糖と卵白、あとはお好みのトッピングとアイシングを染めるときに使う着色料、クッキーの型、こちらはダイソーでハロウィンっぽいものを買ってきました。以上です。まずは常温に溶かしたバターをすり混ぜていきます。そこに砂糖を数回に分けて混ぜていきます。次は卵も同じように数回に分けて混ぜていきます。混ざったら次は薄力粉をふるいにかけて入れていきます。そしてヘラで混ぜていきます。混ざったらラップにくるんで冷蔵庫で1時間ぐらい寝かせておきます。休めた生地を5ミリぐらいの厚さに伸ばしていきます。伸ばした状態で1時間ぐらい冷蔵庫に入れておきます。生地が冷えたら型抜きをしていきます。型に生地がくっつかないように薄力粉をつけて、これで型取っていきます。ポンと1個目綺麗に抜けました。同じようにもう1個抜いていきます。これで2つ目です。で、今回は2つで1つのクッキーになるので、重ねた時このヘタの向きが一緒になるようにこっち側を表にします。これで1セットです。同じようにして何個も抜いていきます。丸い型でくり抜いていきます。しっかり中心にくるようにぐっと型をしてくり抜きます。他のも同じようにくり抜いていきます。これを170度に予熱したオーブンで12分焼いていきます。はい、焼き上がったら冷ましていきます。冷ましている間に粉糖と卵白を使ってデコレーションに使うアイシングを作っていきます。粉糖に卵白を加えてツヤが出るようになるまで混ぜていきます。卵白をあんまり入れすぎるとすっごいやわやわなアイシングになってしまうので、硬さを見ながら少しずつ加えていきます。硬さになったら着色料で色をつけていきます。今回私はオレンジ、緑、紫、黄色、黒、白の6色用意しました。続いてパラチニットを耐熱容器に大さじ2杯入れて電子レンジ600ワットで約2分間温めます。クッ
キーは表面を下にして溶かしたパラチニットを流していきます。熱いので火傷に注意します。パラチニットの厚さはだいたい 2-3 ミリぐらいがちょうどいいかと思います。流した後は固まるまで少し時間を置いて、固まったらお好みのトッピングを入れていきます。私は細かいカラーシュガーを入れていますが、パラチニットに結構くっついてしまってあんまりシャカシャカしないので、これは入れない方がいいかなと思いました。その後小さなコンペイトーやシャカシャカしそうなトッピングを入れました。トッピングを入れ終わったら、アイシングでクッキー部分をくるっと囲い、もう一つのクッキーを合わせてくっつけます。最後にアイシングで好きなようにデコレーションしていきます。これでかぼちゃのシャカシャカクッキーの出来上がりです。しました。振ると音が鳴ってるの分かりますか？プレゼントにもね、もちろんおすすめなんですけど、かなり色味がはっきりしているので、インスタグラムとかそういう SNS 映え、写真映え、めちゃくちゃすると思います。よかったら皆さんも作ってみてください。そんな感じで本日も最後までご視聴ありがとうございました。よかったらグッドボタンやチャンネル登録よろしくお願いします。今日はこれで終わります。バイバイ。